れさ、3をつけろデコつけ野郎。3をつけろデコつけ野郎。例えばムーンさんとかレッシュさんって言われるじゃないですか、はい、その時にたまにちょっとレッシュこれあるよとか、ムーンこれあるよって言われた時に、あ3がついてないじゃん、偉そうに言われた時に、はいはいはい、うん、3をつけろデコスケ野郎って言います。3をつけろデコスケベ野郎。スケベ野郎。え？え？これじゃない？3をつけろスケベ野郎って言います。ということで合流します。配信してまーす。はい。はい。お疲れ様でーす。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして。で、こちらのグレイテムナロマさんは、うん、韓国の YouTuber ですね。はい、VTuber と VTuber の会社の CEO ですね。お金持ちってこと？確かに確かに。金持ちではありません。お金持ち、お友達になりましょう。まあでも CEO だからさ、頭そうっすね、いいんですよ、重役してお金めっちゃあるからですね、お金あればいいんですよ。そう、前にマキオさんにこういう日本語学びました。これお金多いよ、これと付き合うみたいな感じの日本語を学びました。ろくなこと教えてねえなあいつ、だから彼女いねえんだよ。彼女いねえやつの当てにしない方がいいですよ。え、そうですか。おめえいねえじゃんって言えばいいですよ、次なんか言われたら。マキオさんそこいないけん、めちゃめちゃクリティカルデミージ打たれたな。大丈夫かな。これ大事です、覚えといてください、次マキオに会った時に。水飲んできます。うん、なんか知りたいのなんか韓国語ありますか？よく跳ねて知りたい韓国語、まあ、一番にくださいってなんて言うんですか？あ、それですか？うんうん、お金くださいはドン、ドン、ジョンせよ、ドン、ドン、チョせよ、ドンですね、ドン、ドン、ドン、ジョン、チョせよ、はい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 、おはー、ムーンさんに使いましょう、ドン、ジョン、チョせよ、ドン、ジョン、달라고、ドン、ジョン、チョせよ、ドン、ジョン、주세요、金、金か。みんな俺の金を狙ってる。韓国だからやっぱ辛いもの好きなんですか、食べ物は。辛いものじゃないけど、うん、あ、確かにそんなイメージ結構あるんですよ、なんか韓国の人たちはなんか辛いのものなんか好きの、うん、このイメージ。韓国の人は辛いものとチキンが好きっていうイメージがめっちゃある、うん、確かにチキン、チキンも好き。ヒロモでもチキン好きですよ、あの韓国のチキンってなんかめっちゃ衣、周りがサクサクだからめちゃくちゃ美味しい。ニャンニャムチキンとか、フリーダ、あ、プラダ。多分プラダってことはなくて、多分ブルダってことですか。ブルダックじゃない。ブルダック辛い。ブルダックポップミョンは辛い。辛い、確かに。フリーダーのことのチキンですか？なんか。うん、なんかチーズの粉がかかった。ああ、多分それか。プラダ。プラダ。うん。プラダックもあるのか。じゃあお店の名前じゃないよ。あ、そうだ。ああ。お。プリンク。あ、プリンク。プリンク。はい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 。そうそうそう。プリンクル。チーズ、チーズのやつ。そう、チーズ、チーズ。プリンクル。おお、そうか。おいしい、あれ。フリーザーだって言って、フリーザー、フリーザー、ドラゴンボールのフリーザー好きだよ。フリーザー美味しいってやばいでしょ。やばいよ、強すぎる。美味しいですよ。え、フリーザー美味しい。モノマネしてんじゃん。モノマネできるわ。しかも、日本の声優さんのモノマネ。チキンだけ食べてないですか、シロさんは。韓国のチキン以外、うん、チキン以外はなんか食べたことあるの？あるよ、ある。ハムギョプサル。ハムギョプサル、おお、うん、ギョプサル好き。これ、サンギョプサルが普通に韓国のなんか代表のなんか食べ物です。代表の食べ物、はい。あー、サムギョプサル食べたくなってきた。韓国行って食べてもいいじゃないですか。それ、お金めっちゃあるの、ムーさんもいるから。そうだった、そうだった。美味しいサムギョプサル、大変だ。大変、大変だ。まあ、韓国来たらね、買ってやるよ、じゃあ。おー、やったー。そ
会社お金使う。お俺俺は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 。え大丈夫？会社お金使うからね。一緒に来てね。一緒に来たらまあまあ買ってあるよ。おお。まあ大会終わるんだったらですね。もういけそうだな。ユーロさん。悪口を教えます。何や、あ、そうだそうだ、真似してください。あれを何ぬん何ぬん酔った酔った。そうそれどういう意味、うん、え、めちゃめちゃ横にいる。あ、もうすぐ前じゃん。あー、だめーどめーどめー。それで、その何ぬん酔ったってそういう悪口があるんですけど、本当何ぬん酔った、うんうん、そう、韓国の人があったらこれ使ったらめちゃまあいいだと思います。モンドさんがめちゃ好きかも。そう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 。マヌンキヨッタ。そうそう、はいはい、マヌンキヨッタ。うん、オッケー。モンちゃんに教えてもらったね、韓国語はね。そういや。バッテガリ。完璧だ。韓国人じゃん。もうまマジで。えぐマジでそれ。一回ある。いや、来てる来てる来てる。来て。行けるですよ。俺行きます。結構これ送るんだから。大丈夫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 。天才天才。紙カバーでした。手だと思われるとか。任せとけ。おい信じろ。なんかオタクの声が聞こえたけど。ジブ本人がいた。俺オタク日本語しかできないからね。オタク日本語。てめえ殺してあげるみたいな。オタクそんな過激じゃないですよ。そうですか。おいや。アクションアニメしか見てなくてね。地球が俺の手にある。中二ですね、おそらく。オタクって。そういうアニメしか見てないもん。なるほど。やばいですね。100万ユーチューバーが実はオタクだった。オタコで何が悪い？オタコ嫌いなのか？お、過激派だ、過激派。やだこら。聞いたのか？おかしら、やりますか？おかしら、なんかアニメじゃないんじゃないかな。なんかアニメじゃないけどね。なんか時代劇入ってきてる。ナイス。一枚だ、一枚だ。ホライズわかんないですね。冷却やつに行け。ああ、俺死ぬ。いや、俺も死ぬ。これで二つ割れてる。やべえ、ごめん。二つ割れてるよ。割れてる。カーテン引いてる。ここぶっシアと語りたここ。一番不意は。ナイス。語りここで巻いてる。だね。ナイス。はい。強い。ナイス。おい強いでしょ、ムーさん。うん。俺よりはないけど。あは？なんか言ってました？なんかおかしいの人いるじゃねえですか。なんかおかしいだな。でかすぎた玄白って言うともうめちゃめちゃ褒めてることなんで使ってください今度。でっか肉？でか。でかすぎた玄白。はい。でかすぎた玄白。はい。オッケー、いいです。ああ、なんだ、はい、なんだなんだ。覚えましたないです。でかすぎた。金箔？デブ？でかすぎた原箔です。素晴らしいってことです。おお、素晴らしいのことか。もうサンタデとか今レッシュさんみたいなの壊滅買った時にでかすぎた原箔。でかすぎた原箔。うん、言ってください。そしたら日本の方、うわ、そんな日本語知ってるって、もう驚きます。あとでライカに使ってみようか。あ、いいですね。でかすぎたデッドボックス。でかすぎた。それただのデブ。ああ、普段デブじゃん。あ、あれだ。三をつけろデコスケ野郎。三をつけろデコスケ野郎。例えばムーンさんとかレッシュさんって言われるじゃないですか。はい、その時にたまにちょっとレッシュこれあるよとか、ムーンこれあるよって言われた時に、三がついてないじゃん。偉そうに言われた時に。うん、3をつけろデコスケ野郎って言う。3をつけろデコスケベ野郎。スケベ野郎。ええ、これじゃない？ 3をつけろスケベ野郎って言う。なんかおかしいの人います。おかしいの人。いや、ない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 、そうやって聞こえたんだけど。3をつけろデコスケ野郎です。まあ、スケベ野郎でもいいですけどね。スケベ野郎でいきますか。なんならちょっと、あ、もういいですよ、それがそれです。スケベ野郎、それがそれ。3をつけろスケベ野郎。あー、ナイスナイス、グッド日本語。
zipline here. だったら俺たちも降りていいかな。真下にはとりあえず。はい、真下取ります。真下来てほしいかも。真下来てる？そいつは。うん、来てますね。これ中入った。中。ああ、一人終わり。中めっちゃいる。トラキューに来るかも。敵、俺を動かす。トラキュー当たりますね。行こう行こう行こう。あ、俺できない今。シアかな、シアの。いやのまあ、ごめんごめん。あー、ドア、カタルのせいでダメだったわ。あー、言っとけばよかった、固めてるのか。どんまいどんまい。ナイファイ。ナイファイ。